まあ、ホームで多くのサポーターの前で自分たちの本来のサッカーができるように。5月6日エスパルス VS 川崎フロンターレ、アイスタニホンダイラ、14時キックオフ。なかなか怪我明けで復帰しても、まあ、すぐには本来のプレーはできないだろうと思ってたんですけど、まあ、それ思ってた以上に結構かかるなとは思って、まあ、チームの状況もそんなに良くない中で復帰してしまったんで、まあ、ちょっと苦しいんですけど、まあ、ようやく4月に入ってチームの状況も上り調子になって、自分のコンディション的にもそこまで悪くないんで、まあ、徐々に戻ってきてはいるかなと思います。チームが勝てるようにプレーすることはもちろんですけど、まあ、なかなか得点が取れなかったので、まあ、得点につながるプレーを心がけて試合に入ろうとは思いましたけど、ボールの取りどころがやっぱりはっきりしたのが一番だと思いますし、まあ、センターフォワードからしっかりと守備をするという意識を全員が持ってハードワークしている結果が、まあ、失点を減らしたことに結びついているかなと思います。まあ、だいぶ練習からバレーの生かし方とかみんな上手くなってきているというか、徐々に慣れ始めてきているし、バレーも気持ちよくプレーしてもらっていると思うので、まあ、この関係を続けていけたらいいかなと思います。そうですね、また6月に中断期間があるんで、まあ、それまではなんというか全部出し切るつもりで、5月の、まあ、練習続きますけど、まあ大丈夫かなと思います。ファンエンジョイエスパルス、感謝の気持ちを込めて5月26日サポーターズサンクスデーを開催します。僕たちと一緒に楽しみましょう。ぜひお越しください。待ってます。まあ、とりあえずホームゲームなのでアグレッシブに、まあ、最近なかなかホームゲームで主導権を握ったいいサッカーができてないと思うので、まあ、ホームで多くのサポーターの前で自分たちの本来のサッカーができるようにしてですね、やっぱりゴールデンウィーク結果残してまた試合を見に来てもらえるようなサッカーが披露できたらいいかなと思います。チームの順位を上げていくことがまあ最優先だし、まあ、一つでも多くのタイトルを取れるように、それに貢献できるように自分は毎試合準備したいなと思います。ホームゲームなので勝ち点3を取れるようにアグレッシブに戦って、ホームでいい流れを作りたいので、しっかりと戦ってサポーターにと一緒に勝利の喜びを味わいたいと思います。